夜とするか。ちょっと今朝の、ちょっと朝の5時半にやってるからさ。ちょっと朝の5時半にやってるから、ちょっと若干控えめでちょっとやっていこうかなっていう、まあ、そういう感じだね。爆弾いいわ。会心の、囁きみたいな感じ。もうゼノンはまあ詐欺師だったっていう。前回のあらすじを説明すると。完全に我々は騙されてしまったというあれだな。さすがにちょっと5時半、俺初めてかもしれない。もしかしたら5時半に始めたの。で、初めてな可能性も高いんだが、まあ、その、流れで行ってもいいんじゃねえかって言われたら、とりあえずな。ちょっと試しになんかさ、USB のところになんかあのスプレーぶっかけてみたんだけど、ブシャーってなんだ。何がある楽しみ。こっち行ったことあったっけ、行ったことねえわ。行ってみっか。適当にちょっと早かせるわ。なんかすごいスポスポなんか入るんだったな、その USB のところ。接触が良くなったのか。あ、ここなんかあるぞ。まあ、とりあえずもう、このガバッ、竜が強いよな。竜が強いんだが、ちょっと、ゼノンは完全に下げられた。俺はちょっとあの、これは許すことができる。どっちだこれ。下か？要はね、まあ、とりあえずこっち行ってみるか、じゃあ。こっちは逃走なんだよな。で、下の方行ったらなんかまあ、曲がんねえ。お、なんかこいつ。あ、こいつあれか。クリスタルスレムですね。そんなのいいんだ。これさ、結構さ、割となんか心なんか手に入った気がするんだよね。だこの先の、その流れで、ガバってやれば、かなりなんかとてつもない化け物に進化するんじゃねえか。あ、しかもレベル全員10超えてんじゃん。10超えているというあれだぞ。いや、これマジこれ合ってんのこれ。合ってるってこれそもそもどこに行こうとしてんのこれ。どこに行こうとしてんの。うお低いでるぞ。なかなか。あ、しかも結構強えな。うわ、なかなか。その毒って。MP？ ん？どっち下手強いの？ちょっとやめてくれ。メラはちょっともうありえない。ちょっとあいつに絶対あの、もう解雇すっから。ほら、あいつのせいであのアリッサがあれだからな。アリッサだかなんかアリッサだかなんかあれがもう、もういなくなってしまったっていうもう最悪の状況だから。で、こっち何も持ってねえんだけど。毒消し的ななんかねえだろだって。リンゴ翼、まあ、最悪まあ。あ、世界中の花なんかあれだな。なんかどっかしらでなんか手に入ったような気がする。おいみひゃど。キアリとか持ってねえんだよな。おやばくね。いや、めちゃくちゃ食らうじゃん。めちゃくちゃ食らうじゃねえか。低いと言えばいいけどさ。ね、こいつふざけてんな、マジ。クソ野郎、マジ。ゼノンとかよ。めちゃくちゃ強さだな。冒険王ビートだったらもう相当あれだぞ。めちゃくちゃ強いあれだから。絶対許さないよ。マジモンで許さない。これ何？ちょっと頼む、マジで。なんかやってくれ。月のかけら？ほう。買えないかもしれません、マジで。あれ、月のかけら誰だっけ？お、なかなかあれだね。またログアンキレット。俺は戦わなきゃねえから。補給は、こいつらあれか。ちょっと待って、あれやってくんねえの、ちょっと。ドラゴン撃つの。ほう。足とかがないの、だから渡れないのね。ドラゴンの角だと？オーケーのリンゴ、あ、マジで何くれんのそれ。まあ、あの月のかけらで、そうだよ。月のかけらと、あ、でもこれ手に入ったんじゃね。目的のものはなんか手に入った気がするな。で、まあ、一回戻ってもいいよな。いや、しかしまあまあでも行くしかねえから、いや戻ろうじゃ。何も分からなかった。ちょっとこの近辺のちょっとまあ、いやでもここまで来たからには、あ、そう、あの左何があるの、左だけ見に行こうぜ。左見に行って、それでまあ。いや、毒終わってんな、マジで。とんでもねえよ。お化けどうにかしてくれ。これ絶対怪しいだろ。何これ、これ絶対怪しいでしょ。何ここ。マジか。マジもんか、これは。何もねえのか、ちくしょう。まあ、上の方になんかあったっぽいけどもいいや。帰ろう。で、ムーンブルク行って。まあ、これキャンプ連れてもいいかもしんねえな。まあいいや。じゃあどこだろ。毒治療し、何らかの初めてじゃないのが毒を治療するのって。これは悲しい。やっぱなんかあの、絆大事にすっか、ちょっと。もうゼノンで分かったもん。まあ、仲間にしてもあの、てか仲間にする必要なくねえもん、あなたらも。昔からいるやつをちょっと大事にしなきゃダメだろ。俺はもうその星に行こう。完全に騙されたから。で、ちょっとちなみだけするわ。どんな感じのが、どうなんだろうな。はい。
さまよう神官だと意外と、あ、スカルゴンか。あ、スカルゴン強いんだろうな、きっとな。つまり最大値なの。メガンテメガゾロ、へぇ、爆弾はスカルゴン、スカルゴンそこらへんか。次の段階的なあれは、つまり、あ、キングスライムだ。いや、ちょっと安定しねえな、ちょっと今日は。ダークナイトか。ダークナイトなんかめっちゃ強そうだな。ダークナイトってワニホイミとご機嫌斜めすぎる。俺も全く集中できん。ストロングアイム、ダークナイト気になるな。ダークナイト何だ、いない。ダークナイトってちょっと待って、爆弾岩、あ、そっち系行くんだ。動く石像、まあ、次なんかここら辺っぽいな。動く石像、ダークは何、まあ、スカルゴンでもいいしな。スカルゴンどっちがいいんだろうな。でもダークナイト気になるな。圧倒的に気になるぞ。お、サマイヨイだ。サマイヨイか。ドラゴンライダー。やっちゃうかも。やる？やってもよくね。いいな、めっちゃ気になる。え、これやった方がいいんじゃないかな、もう。なんだったら。サマイヨイ新刊で、いつもで。いつもざーっと見てみて。魔導スライムめっちゃいいな。やってもいきやすきよな。レベル的になんかマレーションも多分もうそろそろ上がらんべ。どうする、やるか。やりましょう。もうせっかくここまで来たしも、ちょっと待って、もう忘れてたもん。完全に忘れた。あの、覚えてないのか、ザオロ。あ、そう、なんか覚えきってないんだよな。覚えきってないとは言いつつ、まあこんだけ、まあ心とかいっぱいあるから、まあ別にいいだろう。問題はない。少々ずれてるが問題はない。ちょっと待ってよ。忘れちまった。誰が誰だか忘れちまった。オッパッピーにしかマジ見えねえんだよな。アンドレアルいいんじゃん。アンドレアルか。バトルレックスだと。ダークナイトも気になるけど。ん？あ、スライム系か。スライムのダークナイト。なんかあれかな。なんか乗ってる系かな。なんかあの、あれ、なんだっけ、なんかあの、なんだっけ、スライムナイトみたいな、ああいう感じか、もしかして。いや、これバトルレックス行くべきでしょ。いや、これバトルレックス、どう考えてもそうでしょ。バトル悩ましい。スカルゴ、スカルゴはなし。フバーハ。これちょっとあれだな、フバーハだな。バトルレックス、かまいたち、まあ、そうだな、それっぽいな。キアリク、キアリクか。めっちゃ強くね。キングスライム強いね。これは来た、でも来ただろこれ。あ、イオもあるな。魔導スライムイオか。ウバハ眠り攻撃、まあ、ここだろ。行きましょう。もうキャロルもどんどんなんかドラゴン系でなんか生きてえな。アンドレアルも好きなんだよな。アンドレアルも好きなんか俺はここは、まあ、ドランゴだろ。ここはバトルレックスでしょ。あれ、今回俺何もやってるの、もしかして。何かやって記憶がねえんだけど。で、これどんどんプラスになっていけば。ウィー。ヴィーナス。これヴィーナス何しようしたんっけ、忘れてたな。完全に忘れた。動く石像か。動く石、他なんかあったっけ。もうさっきの、さっきみたいなの発見する場合があるからな。ちょっと何があるかわかんないから、ちょっとそこを、しっかりちょっと把握していかないとな。ドゥルドゥ、あ、どうする。マドスライムいいよな。ボストロールだと。ボストロ、トドマン、ボスト、トドマンって何、トドマンって。あの、ボストロールと動く石像だったらこっちの方がいいな。動く石像の方がいいな。他なんかねえのかな。てかマドスライムレベル4なんだな。レベル4か。キングスラ、ギガンテス、ワールドキング、まあ同じような感じか。つまりはそんなでもねえんだよな。ベーロゴンとかは
グリズリー、あ、ヘルコンドルもいるんだ。へえ、ヘルコンドルか。ヘルコンドル、キラーエブ、ユニコン、アイアンタドル、まあ、あんま、ん、トドマン、これか。トドマンってなんだ。トドマン気になるな。トドマン気になるけど、まあ動く石像がどれなきゃ感じもつけるな。まあとりあえずじゃあもう行っちゃっていいか。じゃあ他いないのか。じゃあ行くか。メラギライオか。まあでも、まあ、あのちょうどいいな、イオだし、まあちょうどいいだ。ビーナスはちょっとあの魔法系でちょっと攻めていきたいからな。で、攻めていき、で、あの、まあ、スラロマちょっとよくわかんない感じで。よくわからない路線で。昔懐かしいって感じなんだ、このバトルレックス動く石像みたいなのが。もう今のドラゲー全然わかんないからな。重量場来ましたか。あ、よし。消えろ。貴様はもう、どっか行ってしまえ。であこっちに戦士入れたいな、ちょっとな。一回下ろすで、下ろして、乗せる、ほら。ではいいんじゃない？ OK。あれ、ちょっと待って。なんかできたっけ？これ、魔導スライムあれかもしれない。魔導スライム消えたから。もうできないんじゃねえか。できない可能性がある。さまよう進化。あ、魔導スライム欲しいな。ちょ、借りに行くか、ちょっと。魔導スライム借りに行っていけない。キングスラ。バーサーカギガンテさ、せっかくやるんだったら、でもな、さらに上のランクのやつにやりたいもんな。でもないか。まあ、とりあえず、このままではまあいい感じはするわ。大勝利、大勝利どうだ。変わらんか。これは純粋にあれなんだよ。能力値がなんか上がってるとそういう感じなんだよ、きっと。ファントムグラス。これなんかめっちゃ時間かけてるよね。まあ、いかん。まあ、問題は、そういう日があってもしょうがないだろう。で、このまま時間稼ぎして、まあ、どんどん朝になって、そのままちょっと、ふわーみたいな感じでできるような、できるような感じでちょっとやってね。問題はなしそうだな。ねえな。なし。とりあえず、まあ、まあ、レベル10だから、まあ、もうちょい上げて、みたいな。お金は ?86 か。86、まあ、止まって。あれってか、俺、どっか回復したか。毒を回復していて、これでムーンブルク行って。で、まあ、そうだよな。ムーンブルク行って。まあ、よくわかんないわ。なんかすればいいんだろ。何かしらを。さあ、どこに上がる、これ。めちゃくちゃ上がる、めちゃくちゃ強え。よし、連打してしまった。あ、もう結構上がるな。あ、でも素早さそうか。素早さ低いんだよな。まあ、そこはネックか。でもまあ別に、まあ硬いから、その分硬いからあれだ、問題ないだろ。さあ、来ましたよ。ルル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 。まだ行ってないところに行ってみたら、まだ足りないか。なんたること。まさかのちょっといろいろ覚えてた、スラロンが。稲妻会議。一個ぐらい欲しいな。一個欲しいかもしんねえ。でもまあ、トラはな、今んとこ使った記憶ねえんだよな。トラムラ使うのかな。出てきてないもんね、今んとこね。使うことあんのか。いや、もういいだろ、もう。トラはないらねえな。なんか冷たい息もこれ。まあ、いずれ進化はするんだろうけど、別になんかさ、いや、なんか魔法の方が強いんだよな、今んとこな。まあ、でもまあ、一個あればいっか。火炎切りかも。完全これキーホの話じゃん。さっき上行ったんだよな。上行って変な砂漠のとこ行って、下行ってみるんですよ。ルル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 ル。何もねえだとは。ここはなんかあんのかな。まあ行ってみっかじゃん。まあ今まで行ったことのないあれだから。だからドラゴンをその行っても、あって何も、あれどうだって。多分解決しないけど、あれだもん、ね、あれがねえんだもん、ね。なんだっけ。風のマント的なあれが、ね、ないんだろ、だって。ここなんかありそうだ。てん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 。エンカウント狂ってんだ。おい、マジか。今んとこあの上の方に来て、ここはこれまで行ってことねえよ。
これどうなってるの、ここも行き止まり、あ、ここってあそこじゃない、満月の塔じゃね、あれ満月の塔だよね、満月の塔があり、ここからそう、そうじゃないの、じゃないの、多分そうだよね、ここな、あ、俺開いてるわ、じゃあここ、ここじゃあ右はなんかあんの、なんもなさそうだけどな、何もない、おーすげえ、何これ、ロンダルキアじゃねえ、ここ完全ロンダルキアでしょ、あの地形的にどうだったっけ、ちょ俺も覚えてないわ、一周してしまったんだが、ここでしょ、ここだべ、ここに来ました、結構溜まったんじゃね、メートル溜まった、あれなんかおかしいな、水が足りない、はあ、水を避けた、悲しそうなブーバー悲しそうなブーバーか、でもこうドラゴンの角だべ、てかまだ売ってんの、アモルって金がねえ、あそこ補給したのか、補給したあれか、いやわかんねえ、もう何がどうなってもさっぱりだから、え、こっちドラゴンするのだべ、ドラゴンするの行ってもあらんじゃん、わかんねえ、なんだこれは、飲んでくれ、ドゥルルな、さっき結構な生成が多いんだよな、やたらと、なんでランクが上がったからかな、うわーこれ生きて、生きてんが多分これ無理だろ、だってこれ上行ったらってあれでしょ、だってまあいいや、探索だけ作ったけど、でも何もなかったけど、何もない可能性がある、てか今回何もやってなくね、今回何をやったか全く記憶にねえんだけど、とりあえず歩いてなんか変身してみたいな、でここ来てみたいな、なんかそれしか記憶にねえんだけど、あてかマジこれ、落ちれねえ、落ちれないの、じゃあ右行ってみっか、ああきつ、どうしようもねえだろ、だってなの、何を望んでんの、お前腐った下のよだれでもなんか伸びてんのか、お前は、めちゃくちゃやろ、あ、ここ怪しいね、ここ怪しいな、おお、しかし何かがある、何かがあるぞ、ちょっと窓、なんだっけ、魔導なんちゃらかんちゃらのさ、手に入ったからさ、心、それを、心、あれじゃね、おお、なかなかいいあれですね、ありがとう、どこに行けばいいのかわかんねえよ、これ何これ、これどこに連れて行かないのこれ、ん、おお、なるほど、これで攻め入ることができましたね、攻め入ることができました、やったー、よし最高だ、マジこれ大丈夫かな、近所からも、あのあれ来ねえか心配だ、ちょっとなんかキメラ意外 と、 ちょっと結構使ってんだよな、割とな、ちょっとキメラの翼がいっぱい1個やって、でメダルぶっ飛ばして、そうメダルもいけんじゃん、よし、あのドラゴンの心あれだな、てかハグレメダルの気になるんだよな、でもそもそもスライム系か、スライム系だよきっとな、ルンルンルン、結構いったんじゃね、1枚どうする、ちょっとどっちも欲しいんだけど、どっちがいいんだろうね、ドラゴンか、ドラゴンなんかでもなんかプラス5ってかそんな感じがするんだよ、イメージ的になんかわかんないけど、行きましょう、低いドリも手に入ったんだよな、先ほどアークデーモン、アンドレア、おお、アンドレか、アンドレいいな、さっき何だったっけ、窓行ってみよう、ドラゴンライダーか、ドラゴンハッスルダンスだと、ハッスルダンスいいな、何ドラゴンライダーって、アンドレアルも好きだが、まあ行っちゃうか、なんかあるかな、まあ、ドラゴンライダーでよくねえか、日の行き誘う乗る、なんかずっとなんか俺これを今日なんか眺めまくったな、そんな記憶しかないな、いやこれでいいや、ちょっと気になるわ、ちょっとまあ新境地に、まあバトルレックスあれだからな、バトルレックス動くすぎそうできたから、まあここはちょっと新境地行ってみると、ドラゴンライダー7とかいたっけ、8とか、どういうあれ、あいた、これか、いたな、こんなやつか、なるほど、まあいいのもいいんじゃないの、もういるのかも、ぐっ
ちゃくちゃなってきたな、俺のメンツが。なんかもう、俺のまだそうか、なんかもうお前もう原型がもう凄まじいこと、もう何だか覚えてねえ、もうただのスライム、もうスライムじゃねえ、そんなの。カラスが鳴いてる。カラスが挨拶しに来やがった。スネオドンと同じ声だな。あれ止まったっけ俺。ファインダーと訳したい。よし。